あ、3000円。あ、3000円。なんすか。下げていいっすか。あ、もう普通聞かないけどね。下げていいっすか。あ、いいっすよ、別に。いいっすか。いいっすよ。問題ないっすよ。下げすぎだろ、お前。いや、普通に考えて、あ、まあ、下げていいっていう限度があるじゃないですか。あ、だから、こんばんに下げていいじゃないですか。普通に。マックスまで下げる人いないから。普通、普通じゃねえんだよ、お前。普通じゃねえ。顔やめろ、お前。うざすぎやろ。まず考えよ。おい、伸びた。野球しようぜ。絡まれてんな。なんかやられてんな。みんなに絡まれてんな。なんか海外のね、ロケよりなんかちょっと旅行感強い。旅行感。いただきまーす。いただきまーす。イエーイ。やべ、東京の人が来た。おさま、おさま、おさま、始まった、始まった、始まった。ハイパーボール、ハイパーボール、ハイパーボール、メガドン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 ボール、いける、いける、出て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 る、メガドゲット、よろしくお願いします。今回なんと兵庫県の人口の島にやってきました。ポケモン研究所みたいな。ほんまやん、これ。ここはですね、ポケモン GO で伝説のポケモンが一っ張ってるらしい。マジで。そのために兵庫県にやってきたということで、まあ、この島をプラプラ歩き回って、誰が一番強いポケモン捕まえるのかと。あ、伝説のポケモン捕まえた方はもうなんか少々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 さらっとすごいよ。これ走り回ろう、ここマジで走り回ろう。俺カズキポケモンとかも結構バンバン出てたし、さっき。そう、カズキって珍しいよ。珍しいんだ。珍しいよ、珍しい。珍しい、珍しい。だから伝説もね、ポッと出てくる可能性あるわけよ。俺は戻るしかねえ。俺はレイ、ライコ。まあ声ガラガラすぎだろ。行きましょう。はい。おい、お前ら、目の前見てみろ。ポケモン闘技場があるぞ。ポケモン闘技場じゃねえだろ。ポケモン闘技場だ。こいつ。地球攻撃。ぐわー。地球投げだ、地球投げ。うわあ。うわあ。ぐわあ。ポケモンが出てこないぞ。どうなってんの？え、我もだ。え、俺ポケモンに囲まれてんねんけど。オッケー。見てこ。なんでそんないんの、お前。めっちゃいる。え、めっちゃいいじゃん。俺もう。オッケー。襲撃受けてる。お、リリーラ来た、リリーラ。リリーラ来た。化石のリリーラだぞ、お前。化石のリリーラ。おい、誰が化石のリリーラだよ。え、マジで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 。何？マジで、マジで、マジで、マジで。第4世代からダイヤモンドパールの熱のポケモンいる。マジで？これ、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 これ。これ、クレセリア。あ、クレセリア。クレセリア。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。こいつ絶対探そう。こいつ、こいつ探そう。マジ探そう。俺あれ、嫁にしてんだよ、マジでクレセリア。え、本当にじゃあ、ここって全然。そんなしっかり出るポケモン。出るんだね、マジで。やばいやばい。影でもこんな早く出てくるってすごい。ポケモンラッシュやばい。めっちゃ出るね、これ。出過ぎだよ。びっくりした。こんな出ないよね。どうぞどうぞどうぞ、いってね。水五郎が来た。水五郎、水五郎。水五郎。うわ、嬉しい。あれ、水五郎。水五郎。御三家が。こんな簡単に御三家出んの。かわいい。かわいい。あ、ほんと出てきた、俺も。かわいいな、これ。ルビサはすぐ出てきてくるんで、嬉しいな。直線 100m 出てる間に、ポケモン10匹ぐらい出てる。見てください、ターボさん。何？あたり見渡してください。誰もポケモンやってません。誰も。フリーザ欲しい。殺しますよ。こっちじゃねえ。そっちじゃない。千取ってると2万8000ですよ、じゃねえ。あ、違う。違う。53万で。53万だろ、お前。え？え？色違いの海竜持ってるチームリーダーいる。おお。色違いとかいるんだじゃん、やっぱり。え？色違いの海竜さ、もう、レックスみたいな。全然取れねえなぁ。いや、マジで取れない。伝説のポケモンなんて出もしねえよ。ちょっと待って、一匹もいない、マジで。うちうちうるせえ奴らだな。ポケモンなんていうのは待ってりゃ現れんだよ、お前。ここが一番伝説のポケモンが出るって言われてんだから、諦めちゃやべえだろ、お前。マジ一匹も出ねえなぁ。全然出ねえ。こいつらもゴダゴダ言ってんのか。
ポケモンっていうのはここに現れんだよ。一番伝説のポケモン出んだから、そのために来てんだから。もうちょっとねえ、まだ明るいし夜まで待とうよ。どこにもいねえよ。どこいんだ。くそ、伝説のポケモンなんてどこにもいねえよ。くそ、日が暮れちまったじゃねえかよ。まず大体誰だよこんなこと考えたやつ。日が暮れてんだよ。いねえな。はいっす。見つかった？見つかんない。見つかんねえ。いねえよ。おおいおい、全然見つかんねえよ。おいおい、見てみよう。どうなってんだよこれ。集合集合。おい、全然いねえぞ。どうすんのこれ。いないよね。いないね。てかさ、あいつどこ、あいつどこ行ったんだろう。そういうこと。え、セイク知らん。おい、どこ。あ、あ、いた。あ、セイク、セイク。うん、てかさ、そもそもポケモン GO 興味あったっけ。ない、ない、な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 。好きになって、信じたって、どうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない、自分が許せない。